ニュースしゃべり残し水曜バージョン。今日もしかすると番組の YouTube に、YouTube じゃないや、TwitterX に上がってるかもしれないですけど、これを増山さんがコンコン叩いてる。いや、実はこれですね、歩行者用ヘルメットって言ってですね、高齢者であるとか、それから障害持ってて転倒の可能性がある人たちの頭を保護するための帽子なんですが。日焼け防止にもなってですね、転倒した時に、顎ひもしてると頭打っても大丈夫。バイク乗るほどの強度はないですけど、いろんなもんがあるもんだなと。それで言うと、今日のラジオリビングのタオルケット2枚で9980円、今治産の国産タオルケット、これいいっすよ。これなんで私が買ったかというとですね、ちょっと事情がありましてね、最近の今日鳥海高太郎さんにインバウンドの解説してもらいましたけど、インバウンドのおかげで東京のホテルの値段がとんでもないことになってるんですよ。で、東京のホテルの値段がとんでもないことになってる、私東京に住まいがある、週の後半は大阪に帰るというのをみんな知ってる。何が起きるかというと、ちょっと貸して週末貸してっていう、もう今コロナ明けインバウンドで東京のホテルの値段がとんでもないことになって以降ですね、週末になると私のところの部屋貸せって言ってくるわけですよ。だけどうち部屋のメンテナンスに業者が入ってるわけじゃありませんから、人が泊まりに来るとですね、シーツ洗って、新品のシーツそこまでする必要はないんですけど、私も性格的な問題があってですね、だから明日から泊まりに来るっていうんで、うちベッドが2台あるんですけど、2台分のベッドのまず敷シーツは割と引っぺがして洗濯して乾かしてつけるだけでいいんですけど、問題は掛け布団のシーツなんです。で、掛け布団のシーツ外す時にこう裏返して留めるところをこう全部外して洗って乾燥させて、もういっぺん中に入れて留めてって、手間が大変なんですよ。これもう人が来るたんびに私ね、神経質なもんですから、敷布団、敷シーツと掛けシーツと両方洗濯 しなきゃいけなくて大変なんですんで、敷シーツはそのままつけりゃいいだけですけど、掛け布団のシーツが手間でね。ところが今日このタオルケット、これだと思ったんです。タオルケットってこれ敷きっぱなしにしといて、おい、それで寝てねと。これで、あと客が帰った後そのまま洗濯機入れて洗っちまえばそれで終わりですから、いや、これ便利じゃん。どうもですね、今日これ朝からこの、西川のタオルケット、これ飯田くんの番組でもやって、飯田くんってこういうものを紹介するとき必ず顔スリスリするんですよ、悪い癖ですねでこれどうしても明日から客が来るんで今日欲しいって言ったらですね、じゃあこのサンプルですけどこれでいいですかって、いいですそれでってどうも飯田くんがスリスリしたやつらしいんでいいか、とりあえず客に使わして、その後客が帰ったら洗って、次使う時は私洗いたてですからいいだろうとということでね、インバウンドの玉突きで日本はえらいことになってますよ。先週末私北海道泊まりに行ったんですが、アパホテル、私この番組で社長っていうか、社長、女性の帽子かぶってる彼女にインタビューしたことありますから、別に悪口言うつもりはないんですけど、アパホテルっていうとやっぱり都市部の安いビジネスホテルっていうイメージじゃないですか。私が先週末泊まった北海道のアパホテルって1泊3万円台ですからね。で、広いかっつったらアパホテルですよ。アパホテルの歯ブラシはいいっすねいいや、そんなことはどうでも、アパホテル、アパホテルでこの値段、それも北海道で、東京もえらいことになってます。だから玉突きで私のところに、週末空いてんだろ、止めてって、ほっときゃいいんだけど、客が来るたびに掃除して、シーツ変えて、タオル全部変えて、
何してんだかって話ですよね。なんか人雇いたいわ本当に。今日こんなニュースがありました。最低賃金改定議論開始。最低賃金の目安を決める厚生労働省の審議会が昨日から始まりました。2023年度の引上げ額は過去最大の43円で、全国平均は時給1004円と初めて1000円を超えました。早ければ7月23日に2024年度の引上げ額の目安が示されます。また岸田総理大臣は2030年代の半ばまでに1500円という新たな目標を表明しました。この目標意味がないんですよ。なんで意味がないかっていうと、今ものすごいけどインフレ進んでますから。インフレ進んでるということは、つまり急激に貨幣価値が下がってるので、2030年における1500円っていうのがどんな意味か分かんないですよね。だから、まあ、少なくともこの最低賃金は、物価が伸びてる。物価ってどのくらい上がってるかというと、政府の正式な統計でもこの3年で 10% ぐらい消費者物価上がってます。企業内物価は 20% ぐらい上がってます。で、今じわじわ企業内物価が消費者物価に反映してきてますから、まあ、しばらくやっぱり物価の上昇トレンドは変わらないだろうなと思うと、3年前から 10% 物価が上がってるんだったら、やっぱり3年前から賃金も 10% 上がって、3年前から比べて賃金 10% 上がってやっとイーブンですから、生活水準保てると。ところがご存知のように24ヶ月、まさに岸田政権が誕生してからですが、24ヶ月連続して、実質賃金マイナス、つまり物価の伸びに、まあ、賃金この2年間で結構上昇してるんだけど、名目賃金は上昇してるんだけど物価の伸びに見合わないから、まあ、結論から言うとどんどん貧しくなってると。で、貯金しか収入源がない高齢者みたいな、まあ、年金は1年遅れで物価連動しますけれども、それでも1000万円の、預金が、退職金がこの3年間で900万円ぐらいの価値しかなくなっちゃってるわけですから、それは最低賃金上げるのは当然にしても、ただ問題はですね、ここへ来て企業が賃金上げるときに、初任給すごい勢いで上げるんですよ。初任給上げます、最低賃金上げます。ところが中間層の賃金上がらない、上げないと。最低賃金上げます、初任給上げます。だから要するに底辺の層だけガーッと拡大してて、中間層が下に落ちてくると。だまさに二極分化ですね。トヨタの今日そういえばニュースあったな。トヨタさんの社長年収が16億。16億、あんまり昔の日本企業はね、やっぱりそんな品のない金額を、まあ今日もオンエアで言いますけど、イーロンマスクの9兆円なんか、まあ論外っちゃ論外ですけど、日本の経営者もそんなに品のない社長、経営者って言ったって、まあ、昔から実はですね、中小企業のオーナー社長ってそれなりに金持ってた時代はあったんですよ。いわゆる高度成長期みたいなところで、一流企業の雇われ社長よりは、町工場みたいなところやってる人の、自営業で儲かってるところは、それこそ銀座のクラブの主だった顧客って、大企業の接待費組か中小企業のオーナー社長かっていう、大体そういう時代があったんですが、今もう中小企業のオーナー社長は全体に没落気味で、どこもあんま儲かってない。大企業も交際費使えない、だけど一方で大企業のこの役員社長クラスは軒並みやっぱり億単位の賃金を取っていってる一方で、従業員の給料上げない、上がらない。企業の内部留保っていうか、まあ、企業の預貯金にあたるものですが、これはどんどん膨れ上がってるんだけど、従業員の給料に反映されない。円安が進んで物価は上がって、ドル換算した時の日本の賃金って本当悲惨なことになってますから、これ最低賃金なんか倍にしたって、今の為替レートだとドル換算にした時、とてもじゃないけど先進国の一番下の層に追いつくか追いつかないかみたいな。今日は姫路城の例の話をちょっと鳥海さんとしましたが、いろんな意味で日本の、我々が常識だと思って、30年前に何か常識だと思っていたありとあらゆることが壊れ始めてるなっていうのを実感で感じます。玉突きで私の東京の仮住まいの週の後半空いてるから貸せってやつが続々出始めると、
しょうがないからタオルケット買わなきゃいけないと。どうなってんだこれ、責任取れよこらって思います。はい、タオルケットは便利ですからね、そのまんま洗濯機ボーンと入れて洗っちゃえば終わりですから、はい、楽です。はい、うちあのアイリスオーヤマの浴室乾燥機使ってるんです。これいいっすよ。あの従来の光熱費むっちゃかかる浴室乾燥機あるじゃないですか。あれなんかね、風呂場暑くなるばっかりで全然乾かないですよ。一晩置いといたってすごい光熱費ですけどね、電気のやつにしてもガスのやつにしても。ところがですね、アイリスオーヤマのこのぐらいの除湿機っていうのがあるんです。洗濯乾燥用除湿機っていうのがあるんですが、これは強力です。こんなちっちゃいやつなのにあっという間に水タンクいっぱいになるぐらい、もう本当に空気中から水絞り取る形で。なんで私そんなことに気がついたかというと、太平洋横断の時に真水が手に入らない、で真水なんとか確保する手段もいろいろ考えて、海の上って割と湿度は高いです。真水はないけど湿度は高い、海水飲むと死んじゃう、真水がどうしても欲しい、除湿乾燥機、電力がいるんで、まあ、そんなに長時間回せないんだけども、まあ、発電機使うと1時間回すとある程度バッテリーに蓄電ができるんで、まあ、あのエアコンなんかに比べるとやっぱり除湿機の、まあ、消費電力は、まあ、言っても知れてますから、それで除湿して真水を作ってと。だから今私あの浴室乾燥機はあるんだけど使ったことないですね。あの浴室、まあ、アイリスオーヤマの洗濯乾燥用除湿機っていう、これは便利ですよ。エネルギー効率圧倒的に高いですから、皆さん梅雨時でも安心、アイリスオーヤマの洗濯除湿洗濯乾燥除湿機。何の宣伝してんだか、言っときますけどアイリスオーヤマから1円ももらってませんから、ね、ということで、明日は大阪だしです。あ、またもうトイレとかね、人が来て使うの嫌いなんだけど、しょうがねえな、もう私気が小さいから断れないんですよ。本当は嫌なんです気安くお前んとこ止めてって言わないでください、お願いしますまた明日。